みんなとあの街歩いてみました。日本全国さまざまな場所でそこにしかない魅力を自力で見つける企画です。長崎編2日目はここ佐世保市からスタートです。佐世保ひなぽん、この辺来たことある？この前来ましたね。これ来たんですか？ずるないか、ね、ずるい。昨日から昨日はグリーンチームが先にゴールして見事勝利しました。今日はまあ絶対負けないんで。負けないんで、お願いします。まあ言わしといてやるわを探して14時半に白浜海水浴場に集合してください。はい、そこで最終対決を行います。3万、まあまあまあ2万はだいぶ違う。それではみんな準備はいいですか？はい、はい、あの町魅力探し旅2日目、レッツスタート。じゃあね、バイバイ。みんなとあの町歩いてみました。みんな2日目元気に頑張ろうね。皆さん体調はどうですか？調子は。調子どう？調子どう？リーダー。元気。あ、ほんまか。よよよ。ほんまに言ってるんか。から元気ちゃうか。あら、いいスポット。これ撮らなくていいの？あ、もういきなりもうこれ。これダメ。これダメ。スポットじゃん。聞いてないからね。これ撮っとくだけ撮っとこうよ。せーの。オッケー、ナイスか。あ、次。あの方たちはどうかな？え、めっちゃ優しい。あ、もう行くか。すいません。今って少しお時間ありますか？そのアポなしで長崎の魅力探しっていうのをしてて、ここら辺でなんかグルメスポットお土産とかでなんか有名なものってありますか？最近ここ何年か前にできた九十九島なんとか国立公園みたいな、なんか広い公園があります。綺麗な。あ、そうなんですね。行きたい。行きたい、ね、公園もいいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうこと。うん、体操服みたい。体操服。ここ真ん中やろ。体操マン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 。はい、ということで、レッツゴー。今回の集合場所わかんない。どこにある？だからまずそのこっから集合、どれぐらいかかるかって聞いた方がいいかもしれない。そうだね。すいません。今ちょっとお時間いいですか？忙しい。ああ、どうぞ。頑張ってください、バイト。はい、バイトでした。バイトでした。あそこの木陰のおばさま行くしかない。待って、先に行くしかない。あ、やばいやばい。いけ。はい、やばい。早い。すいません、ちょっとお時間いいですか？彼すごいですね。彼本当に満々ですね、今日。まず一つ聞いていいですか？こっから白浜海水浴場のどれくらいかかるか知ってますか？まあ1時間ぐらいじゃないかな。1時間か。歩きでですか？いや、まさか車ですよ。バスとか。バスとかでは行けると思う。タクシーがある。タクシー。けど使えなくない？1時間ぐらいだと思うんだけど。タクシーで1時間。私もちょっと引っ越してきたばっかりで。あ、そうなんですね。まだ。なんか観光スポットってご存知ですか？なんか。あの船とかこういう感じの港町はパールシーリゾートっていうところが、はい、あの車で10分15分ぐらいかかるんだ。近い。じゃあ行こう。車で。車で。車で。バスで。あとはハウステンボス。行きたい。マジハウステンボス行きたい。ここから多分20分ぐらいかな。本数はないけどね。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、いっぱいゲットできたんじゃないですか？外ガキゲット。え、シャー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 。威嚇やん。あ、後ろの人。どれ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 。カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。どれどれどれ。行きましょう。すごいな、あの人。すごいね、朝から。すいません、今あってお時間よろしいですか？ここら辺でなんか観光スポットとかグルメってここから近いですか？遠いんだ。あとすいません、白浜海水浴場っていうところに僕たち時間までに行かなきゃいけなくて、
どうやって行けばいいですか？こっからだと、いやこれタクシーかバスじゃないですか。でもバス停がなさそうなの。じゃあタクシーじゃない？もう だってそしたらさ、そこまでで言ったら最後まで撮っとこうか。そうです、九十九島の方だと思います。九十九島ってどんなものなんですか？なんか展望台があるみたいですね。私見たことないんですよ。展望台だって。だから九十九島の奥の方に白浜海水浴場があるから、うん、だから一旦九十九島寄ってもいいかもしれないです。時間ある。確かに。いいね、ありありあり。決めてもらえた。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。バス停探す。バス停。ぽよよよよぽよよパワー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 パワー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 観光案内って書いてあるけどさ、あそこ行ったらダメかな。確かに一番行こう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 。そうしようそうしよう。これ見て返しよう。どこ白浜なんじゃ。あっちじゃない、ここ、こっちじゃない。あった、ここだ。ハウステンボスはこの辺だ。ここ。え、やばいな。じゃあ。バステンボス諦める。うん。諦める。こう行って。だから展望台で2つ、あ、スポットで2つ稼ぐってこと。うん。展望台いっぱいあるね。じゃあまずリゾート、九十九島リゾート。そうだね。どうやって行くんだろう。てかもう聞きたいこと全部聞いてきて。分かった。うん。メモもね。あ、涼しい。すみません、あの九十九島リゾートっていうところに行きたいんですけど、どうやって移動手段ってあります？バスかもタクシーです。どうでした？めっちゃ聞いてきたんですけど、まずあのその、あの九十九島に行くバスがもう来んの。やばい。10時31分今何分？はい、20。やばい、あの あっち側6番乗り場九十九島行こう。うん、じゃあとりあえずそっち行ってから話聞こうか。うん、オッケー、バス行こう。オッケー、見て、すごい、ね、空港みたい。ここ番6、番6いっぱいある乗り場が。高橋、文宮が2人。あ、高橋、文宮ごっこして。何それ。はい、どうぞ。はい、まず相馬から。あーはあーはあ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 。じゃあクロッキーじゃないくね、そんな。イエーイイエーイ。高橋文也、こっちが本物。偽物だろ。あれだお金用意。出る時だよ。出る時か。無人スイーツ販売所。何ここ。ちょっと食べたくね。ちょっと、え、なにこれ。名古屋うまそう。買ってこ買ってこ。無人だぞ無人だぞって。これじゃん。何これ。飲む氷。飲む氷食べたいよ。飲む氷。抹茶キウイだね。キウイやん。これだ。いちごいちご。4個でいくら。4つで結構するよ。飲むかき氷食べたかった。結構ガチで食べたかった。マジでそれな。それな。佐世保バーガーとかあるよ。これさ、有名なんじゃないの？絶対有名。時間が時間。開いてなくね。うん、多分そうよね。商店街も開いてないんよ。でももう聞き込むしかない。聞きますか？聞こうよ。あ、でもなんかキャリーケース持ってるから旅行じゃん。すいません。今お時間ありますか？あ、ないですか。急いで。ごめんなさい。ありがとうございます。今って少しお時間ありますか？あ、ないです。ないです。ありがとうございます。やばい。行けない。どうする？どうしようか。いや、ちょっとまあ。昨日はね、
多分京介とか知ってる人多かったから。いたからね。今日むずいな。もう行っちゃう。九十。いきなり。もう行っちゃう。いや本当行った方がいいかもしれない。マジで。もうタクシーの人に聞いちゃえばいいんじゃないの。こっからどれくらいかかりますかって。聞く？だからタクシー乗り場向かえば。聞くだけ聞いてみる。タクシー乗り場どこ？タクシー通らんこれ。たまたま。空車？空車なんだけどしかも。タクシー乗り場？やばい、ここタクシー乗り場すごすぎ？ね。うちはすごすぎ？なんかさ、昨日から交通見ていいのかな？すいません、少しお時間いいですか？やばいよ。あの、ここから九十九島に連れてってもらうことできますか？よかったよ。いやー、よかよ。ちょっとカメラとか回しても OK ですか？よかー。よかー。ありがとうございます。よかかー。方言？方言。じゃあちょっとタクシー乗ります。タクシー乗ります。タクシー乗ります。九十九島って何があるんですか？水族館で何で遊覧船も。水族館？水族館？水族館あるんですか？水族館行こうじゃん。水族館行こうよ。うだつの女米沢。キラーン。チャキーン。チャキーン。10名キャピニャンソーマキャピニャンソーマ。キャピニャンソーマ。よし、それで行こう。それで行かない。それで行けない。せーの。キャピニャンソーマ。キャピニャンゼナ。キャピニャンリア。キャピニャンヒナポン。ユニソーテ。キャピニャンオレンジャー。グダグダすぎ。あ、待って、ここじゃない？え、嘘、着いた？本当に？うん、九十九島なんとかリゾート。おはようございます。これ、俺の？ありがとう。ここでほとんどゲッツ、ね、ここでそう。あ、ショップグルメ。うわ、天才ちゃん。ここスポットじゃない？スポット、スポット。ミキララエイいるよ。エイ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 は違う。せーの、パシャ。オッケー、スポットゲット。はい。え、中入んないの？ね、中入りと。じゃあリア行く。オッケー。Let's go go。取ってきて。頑張るリア。アポ取りしてきて。こんにちは。今アベマ TV でやってる今日好きになりましたっていう番組で、あのちょっと撮影したいんですけど。どこと同じ。あ。アベマ TV。はい。あ、ありがとうございます。いいんですか？大丈夫です。ありがとうございます。ゲッチュやゲッチュ。チケゲッチュやチケゲッチュ。何？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 はい、先ほど同じような団体の方が入っていきましたと。え、うん、え、早くない？来るの早いね。めっちゃ戸惑ってないじゃん。やりました。スポットは違う。他の場所にする？で、こっちでお土産とご飯だけ食べて行く、うん、じゃあ無理そうだったらここも来るか。そうだね。そうだ。じゃあお土産で。お土産聞こう。水族館だよ、みんな。水族館元気してる？下に泳いでて元気してる？君なんか目がキラキラしとるね、あんた。え、ウツボいるやん。ウツボ見たかったんやな。ウツボ怖っ。ウツボ、かわいい。ケンケンみたい。おかしい。俺似てる、あれ。寝起きのケンケン。あんま撮るな。すごい。すごくない？これは。これはすごい。やばい、手のサイズ。はい。やばい。え、なんか映像みたいなんだけど。え、うん。え、すごい。このでかい。すごい。やばくない？ちょっと待って。
ちょっと待って、本当にやばい。元気？怖い、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 怖い。はい、やってる。泳いでも泳げんよ、そこは。もう沈めんよ、あんた。ここ壁やから。あんた進めんて、もうこれ以上。勘違いです、これ進んでると思ってる。ねえ、もうあんた進めんよ。こんな近くにいると思ってもみません。マジか。え、てかマジで。てか同じルート来てるね。ワンチャン同じ。すいません。今、アベマの京介になりましたっていう番組なんですけど、今お話ちょっといいですか。はい、ここで、ら辺で食べた方がいいグルメとか、お土産、いいお土産とか、お土産とかこれ買ってたらいいよ。佐世保だったら佐世保バーガー。はい、佐世保バーガー。なんかお土産とかありますか。お土産、はい、九十九島カステラ。カステラ、九十九島せんべい。九十九島せんべい。はい、ここの中って見ても大丈夫ですか。はい、撮影許可っていただいたり。はい、あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。涼しい。お邪魔します。お邪魔します。これじゃない？これ？九十九島せんべい。何これ？何か。ピーナッツ？うん。で、ここに九十九島って書いてある。はい。絶対美味しい。なんか食べれんね。もう買おう。これめっちゃ美味しいですね、本当に。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。もう早速だ。ありがとうございます。ありがとうございました。写真も撮ってないし、まだ行ってない過程だもん、これ。あ、ここで写真撮る。イルカと写真撮る。イルカと写真撮る。すっごい。すっごい？すっごい。なんかさ、待って、これやってくれてるよ、多分俺らのために。すっごい。何これ？何これ？待てよ、待てよ。今。うちら、うちら撮るわ。お願いします。うん、せーので、いけ。 OK、 うまい、うまい。イワシやん、下にいる。でも分からん、どこがまでか壁か分からん。分かるよ。チュンチュンチュン、元気できてるか。え、こいつ大丈夫？あ、生きてた。え、すごくない？可愛くないか？めっちゃいいわ、マジでいい。で、これで、佐世保バーガー行こうぜ。え、タピオカある、やばい。佐世保バーガー、これか。これだ。すいません、ちょっとお茶入りしたいんですけど、はい、佐世保の魅力って何ですか。ちょうどうちがここでレストランをやってるんですけど、まあ、その長崎の有名なレモンステーキだったり、ちゃんぽんだったりっていうのもここで召し上がれる。ここで食べれるんですか。はい、ぜひよかったら。今空いてますか。ちょっと確認取ります。 あと撮影許可も入ってきてます。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、激アツ。これやばいぞ。やばい、レモンステーキ食べれる。やばいね、めっちゃでかいね、これ。でかい、やばい。レギュラー食べたの。うん、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。暑いね、ちょっと仕掛けあるか。写真撮ろうよ、まずバーガー。写真撮ろうよ。写真撮っていくよ。うん、いいよ。あ、いいよいいよ、めっちゃいいめっちゃいい。うまい、天才的。あ、いただきます。天才的。いただきます。口癖的、口癖的すぎる。いただきます。いただいて。やばい、ポテチうまい。美味しい。あ、ですね、あの電車の方から、いいって。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いいね、うまい。うん、うまっ。おいしい。鬼ついてる。うん、取って取って。いいよ。おやつティッシュどこ行ったっけ。なんかでも照り焼きっぽい、めっちゃベーコン入ってる。うん、あ、うまい。なんかソースがおいしい。あ、それな、うまい、うまい、うまい。グルメお土産。遅いね、グリーンチーム出てきたんね。うん、ずっといるね、ってんじゃないこの中で。確かに大丈夫かな。いいんじゃないの。イルカショーとか見てんじゃないの。じゃあ行くか。行こう。あと1時間しかない。ここやばい。よ、じゃあ行こう。30分食べて30分で、うん、ここら辺 やろう、うん、レモンステーキ1個頼んで、みんなでさ、分けようよ。まあ、レモンステーキだよ。これですよね。みんなで分けますか。絶対おいしい。佐世保名物レモンステーキのレギュラーを一つ。
はい、肝ステーキ膳レギュラーを1つですね。はい、頑張りました。はい、音がやばい。すごい。匂いやばい。めっちゃいいですね。フライングトーマ。全部。ちょっと適量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 。うわ熱っ。オッケー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 。スモーク。すごい。すげえ。めっちゃうまそうじゃん。うまそう。匂いうまそう。うまそう。ありがとう。もう巻いて。どうですか？やばい。やばい。レモン味する？めっちゃする。柔らかくて、うん、ネギシャキシャキしとって、うん、めっちゃうまい。あ、なるほどね。なに。レモンが先に来て、うん、後からソースがドバってくる感じの味付け。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。オッケー。一緒ね。ハローね、後で。いい感じ。オッケー。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何気にあと2時間40分です。やばい。あのつぶつぶアイス食べたい。わかる。アイス食べたいな。うん。なんかめっちゃ船乗ってる。カラフル船。え？わお。めっちゃ上がった。え？待って。待って。いるんだけど。いるんだけど。なんかいるけど。なんか食べてるやん。見せつけてやれ、食うとこ。どうなんだよ、おいおい。腹立つ、一番腹立つんだけど。行こう、お腹空いてきた。お腹空いちゃうから。バイバーイ。あなたたち、あそこのお店、おすすめされてるんかな。何の時間やねん。ねえ。すいません。今って少しお時間大丈夫ですか？いや、今ちょっと行ってください。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。すいません。今って時間少しないですか？すいません。ありがとうございます。やばい、やばい。やばいぞ、やばいぞ。いや、アベマです。え、昨日もあったの？昨日だったの。俺おらんかった。え、どうしよう。グラバー。あ、グラバー食べる。それ違う。オレンジ、オレンジです。ここら辺で美味しいグルメとかスポットとかっていう観光スポットとかおすすめないですかね。今はクルージングです。クルージング、船乗って50分かなやつですか。そう。ありがとうございました。ありがとうございました。乗る？船乗る？もう乗っちゃおうよ。乗れるんなら乗っちゃおう。もう乗っちゃおうよ。時間見るか。これしよう、多分。そうね。何時今？寝れた。12時。何あれ？12時。50分間の。12時20分後のやつ。そうそうそう。え、乗っちゃおうよ。それするか。行ってきまーす。イエーイ。やったね。似合うね、それが。ここら辺でなんか長崎の魅力が伝わる。さっきあの遊覧船に乗りました。遊覧船？遊覧船よ。パールクイーンっていう。パールクイーン。船に乗って。50分くらい。50分か。白浜行かないといけない。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。相手が。だから多分もう向かってるかもしれない。確かに。だからかもう行く？行ってそこら辺でもう一回聞き込みして。そうしよう、そうしよう、そうしよう。そうしよう。オッケー。え、どうやって行くの？タクシーある。タクシー。乗らなかった。え、いる？いるよ。やっぱりそう。乗れる？あの白浜のところまで行きたいんですけど。白浜海水浴場。海水浴場まで行きたいんですけど。撮影とかってオッケーですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー。
ました。先に到着じゃん。長崎。こっちだ、時計。時計を思い出す、本当に思い出す。綺麗、めっちゃ綺麗やん。本当に思い出す。え、マジで告白シーンじゃん、これ。え、砂サラサラ。なんか砂じゃない、ね、みんなでさ、入る。え、入る、入りたい。入る。あったつ。焼ける、焼ける、焼ける、足が。ね、リア、このカメラを落としそう。持つわ。いいよ。やばい、気持ちいい。え、マジですごい、めっちゃ透明、やばい。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。えぐい透明なんですけど、えぐい透明、え、やばい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 。ジャパンの海、ジャパン。ジャパンシー。ジャパン。やかましい。あ、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 かけちゃえ、じゃあ行け、もっともっと行け。容赦ねえな、お前。やばい、嬉しい、こういうの乗れるの。こういうの乗れるんだ。これは魅力だ。最高。池が入っている。海がある。いいね。海がある。シーがある。いいよ。風めっちゃいい。やばくないこれ。ありがとう。いいわ、これ寝れるわ。寝れるな。やばい、ね、これ寝れる。この風めっちゃいい。やばいよ、これ最高。すごい。綺麗。で、右の方を見ていただきましてね、ちょうど角のところ、大きくえぐれたね、岩がございます。なんか水辺にいる動物のように見えませんですか？カバ。カバ、はい、大正解でございます。カバのように見えるんでね、カバ岩と呼ばれてます。前方右手の方にね、ちょっとこう、大きな岩肌がございますけれどもね、こちらの岩肌がね、ところどころ人の顔のように見えるんですけれど、お分かりになりますか？え、めっちゃ見える。あ、ほんとだ。めっちゃ見えるやん。ちょうど真ん中あたりとその両サイズ。3個。あ、ほんとだ。3個見える。見える。真ん中はちょっとぼーっとしたような顔してますね。真似しよう。似てるよ。できてる？100倍可愛い。100倍可愛い。ありがとう。ありがとう。その辺の山でね、魚釣りなんかしてる方もね、よくいらっしゃいます。右の方で、少し上のところにね、鳥居があるんですけれどもね、お分かりになりますか？本当だ。何でも釣りあるの？鳥居ある。何である？あの鳥居があるところが島になります。白濃いね。白濃いわ、あんた。じゃあ、なんか言われると起きるの。そう、年取ったくせにか。何もない、こんなの。だいたい春分の日、秋分の日の後ぐらいの時期に、あ、もう残念ながら。ありがとうございました。ありがとうございました。ケンケン、内容覚えてる？顔の医者覚えてるよ。顔の医者覚えてる。超前半。